この大会はグループステージ初戦を迎えています。このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。この時間は日本対アルゼンチン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。アルゼンチン国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。日本がこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。今は変わりましたけど、昔はオランダサッカーの代名詞的なシステムでしたよね。そうですね。基本トップがワイドに開くことによって中央にバイタルが作りやすくなりますよね、はい、そこにボランチを起点として積極的にトライアングルを作っていく形が理想ですよね。コナミカップグループリーグ初戦、日本対アルゼンチン、まずは1点が欲しいところです。プレッシャー、ミチョラ、伊藤、仕掛けるか、スルーパス、ここで収まる、クロスが入る、どうだこのシュート。いやわずかに右へそれました。日本チャンスを迎えたシーンがありました。グリアフィコ、遠藤、森田、長いボール縦へ、デパウル、メッシへ、メッシからスペースに出る、メッシからアンヘル・コレア、このクリアボール拾いたい。ここ拾って次につなげたい日本、抜きに行くか、シュート、先制アルゼンチン。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはアルゼンチン、先制ゴールが決まりました。1対0。
得点直後の気合緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。アンヘル・コレアからメッシ、タグリアフィと激しいボールの奪い合い、ここでファウルがありました。これはイエローを食らってしまいます。フリーキックのチャンス、ここで追加点のチャンスです。頭できた、このヘッド見極めませんでした。メッシーキャプテンマークを背負っています。大きくサイドチェンジ、ギド・ロドリゲス、ディバラ、これは合いません。鎌田、ミチョラ、さあそのまま行くのか、ファール、カードをもらうかもしれません。これはカード、審判に抗議しました。これは認められません。ペナルティエリアが近くなってきましたね。やはりどうしてもね、第一からのセットプレーになります。クリア、このピンチをオーバーヘッド、いやこのオーバーヘッドは決まりません。アクロバティックに狙っていきましたけどもね、こういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからね。激しいものがあります。ディバラ、サイドのスペースへ走らせる、おいい形ですよ。アンヘル・コレアから中へ、このクリアボール突きをつなげたい。動いています。日本先に得点を許したまま前半を終了しています。よく戦ってましたけど、パスのバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。コナミカップグループリーグ初戦、日本対アルゼンチン、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。日本としては早めにペースを掴んでいくためにもこの立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。ギド・ロドリゲス、メッシへ、裏のスペースを狙う、さあコレア、伊藤、ミチョラ、南野、縦へのボール、アルゼンチンが最終ラインまでボールを下げる、縦を使います。いいプレッシャー、遠藤から長いボール縦へ、スルーパスを狙う、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。
デパウル、モンティエルからアンヘル・コレア、ディバラ、浅野、裏を狙っていきます。これはどうだ、おっとシュート、フッシュート、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。アーチのようなパス、浮かせたボール、ルーズになる、伊藤、南野へ、いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。ドルーズボール、そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。デパウル、チャレンジはしません。後ろに流す、アルゼンチン、もう無理にはいきません。そしてここで最後の笛、1-0、日本敗れました。そして大事な初戦を落とす結果となりました。これは痛い開幕戦です。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。日本としては初戦を落としてしまったのは非常に痛いですね。ただ今日を引きずってしまうのが一番良くないですから、しっかりと気持ちを切り替えていくことですよね。そうですね、大事な大事な初戦、勝ち点3で2試合目に臨むのと勝ち点0で臨むのと、これは雲泥の差です。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。コナミカップグループリーグ初戦、日本が悪夢のような幕開け、しかしまだ1試合です。